南大西洋に発生した大量の植物プランクトン太平洋の日本付近に発生した水の花植物プランクトンとはプランクトンの内独立栄養生物の総称である。ギリシャ語でファイトンは植物パイラムダアルファーガンマカッパタウは恐竜者を意味する。多くの植物プランクトンは小さすぎてラガンデコ体を識別することはできない。しかし十分多くの数が集まれば その葉力素によって水全体が緑色に染まって見える。植物プランクトンは光合成によってエネルギーを生産し、アリミツ層と呼ばれる海や湖の水面で生活する。光合成を通じ、植物プランクトンは二酸化炭素を食べて酸素を産生する。地球上の酸素の維持に大きな役割を果たし、植物全体の酸素生産量のおよそ半分を担っている。 植物プランクトンの固定した二酸化炭素は海水中や淡水中の食物連鎖の基礎になっている。鎖の数が少ないという意味において海中で最も注目に値する食物連鎖の一つは植物プランクトンがおきみに食べられそれをヒゲクジラが食べるというものである。海洋の場合海洋生物の基礎生産を担う植物プランクトンと 透明度は負の相関がある。つまり、基礎生産の高い海は、植物プランクトンが多いことにより緑色等に着色した海であり、透明度は低い海である。一般に、植物プランクトンの増殖と海藻類の増殖は、競合する。比較的流れが穏やかで栄養塩が十分にある場合、植物プランクトンが繁殖しやすい。また、表層で、 植物プランクトンが繁殖した場合は、透明度が低下し、海底等に生息する海藻類が光合成できなくなる。流れが早く栄養塩が不足しがちな場合は、海藻が繁殖しやすい状況と考えられている。一般に、植物プランクトンの分布は、栄養塩の分布にも影響を受ける。栄養塩の内容存無機体のもの、硝酸塩、リン酸ケイ酸、 微量金属元素などが必要であり、この分布は陸からの流入や雨、海洋深層水等の低層水の優勝、生物ポンプ等の影響による、南極海などの HNLC 海域では鉄の不足がある。一般に植物プランクトンが体内に取り込む栄養素は元素比で O,C,N,SI,P,FE イコール212,106 16時15分、1、0.001である。光合成に伴い酸素と炭素は二酸化炭素や、水から吸収する。また、ケイ素は海水には豊富、約 2mg、L にある。このため、植物プランクトンの繁殖にとって、窒素や、リンや鉄等が、海水中に不足しやすい。人為的な影響として、様々な排水の流入が大きな影響を与える、場合があり、 時に植物プランクトンの大発生を促し、そのために透明度が著しく失われることを赤潮や青子などという。植物プランクトンは、軽相とウズベモーモが代表的である。軽相のレッドフィールド比は CNSIP=106 イコー、16時16分51であり、軽相が必要である。ほとんどの植物プランクトンは光合成生物で、 あるが、混合栄養性のものや色素を持たない、従属栄養性のものもいる。従属栄養性のものはしばしば動物プランクトンと、みなされ、その中でもよく知られているのが夜光虫やディノーフィスシ属の、ウズベンモームである。これらの生物は、他の生物やデトリタスを摂取することで炭素を取り入れる。軽藻植物プランクトンには、光合成を行う、微生物が全て含まれる。 植物プランクトンは水中の食物連鎖の基礎になるという生態学的に重要な役割がある。しかし、地上生態系の植物と違って、分類学上の植物プランクトンは多岐にわたり、真核生物の原生生物、原核生物の新生細菌、古細菌が含まれる。海中にはおよそ5000種の植物プランクトンがいると言われている。競争する資源が限られる中で、 どのようにこんなに多様性を持って進化してきたのかはよくわかっていない。数の上で最も重要な分類は、珪藻、卵ウズベンモウモやその他の藻類の仲間である。この中の一つ、塩石もはかつて大気中に大量のジメチルスルフィドを放出した。ジメチルスルフィドは異様に変わり、雲凝結核となって雲を作った。サルガス海や太平洋は熱帯循環などの 貧栄養な海域では、植物プランクトンの多くを、ピコプランクトンが占める。サーマン、HV、イントロダクトリーオーシャノグラフィー、ニュージャージー、USA、プレンティスホールカレッジ、i s b n 0 1 3 2 6 a 二零七二三ナサーアースオブザーブトリー、サケライトシーズオーシャンプランツインクリエイトハット、リクタイル、M、リクルーティングプランクトンツーファイトグローバルウォーミング、 ニューヨークタイムズ、http ht コロンスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2007スラッシュ05スラッシュ01スラッシュ12スラッシュ 01pla nktoen.htmlf g m m AD2003 マニュアルオンハームフルマリーンマイクロアーギーユネスコパリ G.E. ハッチンソンザ・パラドックス・オブ・ザ・プランクトンアム・ナット95 137から145ありがとうございます